ムルシア州、ムルシア州は、スペインを構成する、自治州の一つ。直訳すると、ムルシア地方自治州となる。ムルシア県一つからなる一県一州の自治州である。スペインの南東部、アンダルシア州、カスティーリアイコール、ラマンチャ州、バレンシア州に挟まれたところに位置し、地中海に面している。行政の州とは、ムルシアだが、議会は、 カルタヘーナに置かれている。温暖な気候を利用して、果物、野菜、牡蠣が栽培されており、スペインのみならず、ヨーロッパ諸国へ輸出されている。カルタゴ人がカルタヘーナの海岸に貿易拠点を築き、ローマ人によってカルタゴノバと呼ばれるようになった。カルタゴの商人にとって、カルタゴノバの山岳地帯は単なるイベリア藩の後輩地でしかなかった。ローマ時代には、 属州ヒスパニア・タラコネンシスの一部であったが、タラコネンシスが分割された後は、カルタギネンシスの一部となった。イスラム支配下では大規模な考えが導入されて、農業が発展した。この時代の地名は、トドミル・トット・アミールである。11世紀に後ウマイヤ朝が滅ぶと、タイファ諸国の一つ、ムルシア王国の領域とな。ムルシアのタイファは、アルバセーテ、アルメリーア、 アリカンテの一部も含んでいた。1086年のサグラハスの戦いで、村人町は小さな大派を飲み込み、イスラム教都支配下のスペインを統一した。レコンキスタの進展によって、1243年にカスティーリアをフェルナンド三世に征服された。カスティーリアがムルシアを征服した意義は大きかった。カスティーリアは初めて地中海への入り口を獲得した上、 イベリア半島の西地中海沿岸を所有するアラゴン王国の南進を止めたのである。フェルナンド三世の後継者、アルフォンソ十世は、行政上の理由からムルシアを三分割し、聖職者領主を据えたり、レコンキスタに貢献した者へ報酬として与えたり、十一世紀にできた騎士修道会へ与えた。1264年、イスラム教徒が反乱を起こすと、 アラゴン王ハイメ一世に鎮圧された。1296年、カスティーリ王国の内紛に乗じて、アラゴン王ハイメ二世がこの地を服したが、1304年の条約でカスティーリ王国に返還され、アリカンテなど現在のバレンシアの南部はバレンシア王国、アラゴン王国に編入された。以後、カスティーリ王及びスペイン王がムルシアの王を兼ねた。 19世紀の県制度によって、ムルシア県が設立されるまで、名目上ムルシア王国として存続した。1978年の憲法によって、自治州制度が導入されると、1982年に、ムルシアは、自治州となった。それまで、ムルシア地方の一部であった、アルバセーテ県は、ムルシアから離れて、他の四県と共にカスティーリイコール、ラマンチャ州を創設することを選んだ。 ムルシア州は、ベティコ山系の東に位置する。ベティコ山系は、北から、プレベティコ山系、スブベティコ山系、ペニベティコ山系に3分割されている。昔から、州の最高峰は、標高2027メートルのレボルカドーレス3とされてきた。しかし最近の調査によると、レボルカドーレス3は1999メートルで、さらに北にあるロス・オビスポス山。 2015メートルよりわずかに異とが分かった。ムルシア州のおよそ27%が産地、38%が純産地方に、残り35%が平地、または大地である。ムルシア州はステップ気候の要素を持つ地中海性気候で温暖な冬、12月1月の平均気温摂氏11度、暑い夏。 最高気温摂氏40度を超えることが珍しくないが特徴である。年間平均気温は摂氏18度である。年間降水量は300ミリメートルから350ミリメートルとわずかであり、年間の晴天日は1 2 0日から150日である。4月から10月にかけての月が最も降雨があり、時には1日だけ豪雨となることもある。 海への距離と標高の高低差が沿岸部と内陸部の気温の変化を主に冬に引き起こす。沿岸部で稀に気温摂氏10度を下回ると内陸部では摂氏6度まで気温が上がらず、降雨量が600ミリメートル以上と高くなる。ムルシア市は20世紀中に国内最高気温を記録している。1994年7月4日。 最高気温摂取47.2度に達したのである。2005年の冬には長期にわたって気温が最低となり、ムルシア沿岸ですら降雪が見られた。ムルシア州の水海網は、セグラ川とその支流からなっている。セグラ川流域に水供給能力がないため、この河川流域へ、タホ川流域からもたらされた水が供給されている。 スペイン最大の天然湖でヨーロッパ最大の海水湖がムルシア州にある小さな海という意味を持つ地中海に近接したマールメノール型である特殊な環境と自然の特性がマールメノールを独特の湖にしている半円形をしていて地中海とは長さ2 2トル幅1 0 0ルから1 2 0 0ルのサスでへがてられておりこのサスは ラマンガデルマールメノール、小さな海のた元として知られる。型は国際連合によって地中海特別保護地区にされている。海岸周囲の長さは7 3トルで、水晶のように透明な浅瀬を持つビーチがある。最新で7メートル。型の面積は170平方キロメートルである。2012年、スペインの経済危機は、同州の経済を直撃。 自治州政府も資金調達が困難になり、7月には同様の事態に直面したバレンシア州と共に中央政府に支援要請を行う事態となった。ムルシア州の人口は約130万人であり、46のムニシピオ基礎自治体がある。人口の約3分の1が州都ムルシア42万4362人に住んでいる。2番目に 人口の多い都市はカルタヘーナ、3番目はロルカである。ムルシア州で話されるスペイン語は独特のアクセントと地元特有の言葉を持つ。ムルシア方言は多くの最終音説のシーンを除去し、アラゴン語とコアラビア語に由来する地元の彙を強調する向きにある。一般的なイントネーションとムルシアで話されるスペイン語方言の特殊な語彙の一部は 近接するアルメリーア県、アリカンテ県のベガバヤデルセグーラで話される方言と、いくか特徴を共有している。地方の狭い地域では、バレンシア語が話されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。